外出自粛要請のタイミングで増え始めた黒いリュックを背負った自転車の配達員。こちら昼間の道頓堀ですが、次々とウーバーイーツの配達員が通り過ぎていきます。飲食店の宅配代行サービス、ウーバーイーツです。2014年にアメリカでスタートし、日本では16都府県で展開しています。ウーバーイーツの運営会社によると、2月中旬から3月末にかけ加盟店が3000店ほど増加、現在は2万店以上と提携しています。お願いします。1000円お預かりいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません、これちょっと上冷たいですかね。配達員を始めて5日という山本さん。山本さんはもともとフリーランスでブログの執筆やウェブライターの仕事をしていて、月収は30万円程度でした。しかし新型コロナの影響で副業としてウェブの仕事を始める人が増加。その結果、今はゼロですね。はい、まあ微々たるものですけど、まあ、自分のブログからその収入が発生しているのが、まあ、月1万円にも満たないぐらい。そこで目をつけたのが Uber Eats でした。 Uber Eats の仕組みはこうです。スマートフォンのアプリを通じ食事の注文が入ると、 Uber Eats は加盟店に調理を依頼、同時にパートナー契約を結んでいる配達員に配達を依頼します。依頼を受けた配達員は店まで料理を取りに行き、利用者の元へ届けます。報酬は一件ごとに得られます。これ、まあ、デリバリーバッグなんですけど、まあ、開けてみると2段になってるんですね。で、M サイズ、L サイズで一番よく使う勝手がいいサイズ。配達員は18歳以上であれば誰でも始められますが、装備は自己負担。象徴的な配達用のリュックは4000円で購入しました。衛生面も気にかけていて消毒を徹底しています。一応この小銭もそのまあコロナ禍っていう、まあ今の状況を考えて、まあ丁寧に洗浄して乾かしたものを入れてるんです。初心者のウーバー配達員山本さんの一日が始まります。相棒となる自転車は意外にもレンタサイクル。ウーバーイーツの配達員はシェアサイクルが利用できますが、費用は月額4000円。配達員専用のアプリで出発ボタンを押すと業務開始です。じゃあちょっと今から、昨日遅めの朝マック狙いで一件配達いただけたマクドナルド行きます。はい、近くの店で注文が入れば配達依頼が通知されます。あー、なったな。早速依頼が入りました。店の前に向かうと、配達員だらけです。そうですね、もうだってそこウーバーさんで、まあ、あと出前館さんなんで、まあでも基本的には昨日もここでまあ一件もらったんで、テイクアウトの需要が増加していることが分かります。ドリンク、炭酸のドリンクが出なくて、あーで、それでさ、私に言われ店内でトラブルが起き、商品の受け渡しに少し時間がかかってしまいました。受け取った商品は冷めないようすぐにリュックにしまいます。あー、もうちょっともう中でだいぶ混んでて、もまたお客さん待たせてしまって。商品を受け取ったらすぐに配達へ。あとない、ほぼ10メートルか。マクドナルド混んでたな。注文からおよそ20分。お世話になります、ウーバーです。これでようやく完了です。どこや、距離などによって変動しますが、この配達の報酬は355円でした。お疲れ様です。その後も至る所で配達員と鉢合わせに。僕もでも最近始めてますから。あ、そうなんだ。全然。ウーバー歴は僕今日2日目です。えー
昨日からなんで5日目です。始めたきっかけも様々なようです。僕もともとタイに住んでて、で帰れなくなっちゃったんですよ。今収入源これだけですね。はい、仕事ちょっと少ないので、お金がないが頑張ります。一方で配達員の増加でこんな問題も。ウーバーイーツのリュックを背負った配達員の男性、急いでいたのか首都高速道路を自転車で走っていました。東京銀座では配達員とみられる男性が乗用車に追突される事故が発生、中には死亡事故も起きています。配達員の増加とともに交通マナーや安全面の問題が指摘されているのです。配達歴5日目の山本さん、ウェブの仕事ではなかった接客にも慣れてきたようです。印象的にはどうですか？めっちゃいいです。もうちゃんとアルコール消毒もしてくれてて、バッグの中も多分料理が動かないようにいっぱい物が入ってて、すごいお店的には好印象。はい、この日の配達件数は9件とちょっと少なめ、売上は3719円でした。そのウーバーイーツの配達員のいいところって、まあまあよその地域でも全然働けるんで、なんかそのお金を求めてなんかその続けられるようなそんな仕事じゃないと思うんですよ。他のなんかその楽しみっていうか面白さを見出せないとなかなか。今後はウーバーイーツの仕事を本業のブログ執筆にも生かしたいと意気込みます。初心者の時は苦労しました。で最初からこうしておいたら OK ですよみたいな、まあ、そんな感じで今後は発信をしていけたらいいなと思ってます。はい、街の景色に加わった黒いリュックの配達員、ここにも新しい生活様式が見え始めてきました。